皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは仕事イコール趣味化計画の勧め、努力しないシンプルな成功法則っていうことについてお話をしたいと思います。以前からですね、私ブログとかいろんなものの発信の時に、仕事が趣味で趣味が仕事みたいな、話をよくしているんですけれども、これはだから決して仕事一辺倒だからっていうことじゃなくてですね、遊びの中に仕事を入れてきたり仕事の中に遊びを入れてくるっていう境界線がないタイプの人間なんですよね。ですから例で言うと、例えば出張はもちろん行くんですけれども、大阪に出張行くっていうと京都が好きなので、京都を組んだりして、京都の観光一日がっつりじゃなくても一箇所だけこう見るとか組むとかですね、京都でやっている展示会とか展覧会とかをそこに組んで、大阪の仕事と一緒に行くとか、京都で、ね、見たいような何か夜の催し物とかあったら、それと大阪の昼の仕事と組み合わせてやるとか、そんな感じでこう仕事と遊びの境界線があまりない人間なんですよね。で、それは人それぞれ考え方があると思うので、人によっては不謹慎とかいう方もいらっしゃるかもしれませんが、私はその考えで楽しく仕事と遊びを両方やっているので全然問題ないんですよ。で、そうですね。だから忙しくしてて休み取れてなくて大変じゃないのとかいうお声もいただくんですけれども、いや好きでやってるしそれ自体が楽しいし、仕事は仕事なんですけど、なんていうのかな、そんなにこうしんどいと思ってやってないので、場合によってはもう3週間ずっと動きっぱなしっていう時とかもあるし、毎週どっかに飛んで、講演して、夜は、ね、地元の、セミナーを受講してくれた受講生たちと飲んだくれるとか、そんなのは割と日常茶飯事茶飯事なんですけれども、大変と思ってないから大変じゃないんですよね。ここ一つポイントで、大変と思ってるから大変じゃないんですよね。遊び化してるからワクワクするし楽しいから大変じゃないということなんですよ。ですからよく、ね、子供がゲームを夢中になってやるっていう感覚に非常に似ているので、私は基本仕事は趣味化してしまう方が楽なんじゃないのかな、特に女性の場合はですね。男性はまたちょっと考え方も違いますし、仕事イコール人生、人生イコール自分自身、プライドそのものだったりするとなかなか趣味化とか遊び化っていうのは難しいのかもしれないですけど、男性でもそういうタイプの方とかもねいらっしゃいますよね。だから男性女性というよりはそれを好むか好まないかっていうことかと思うので、今日は仕事趣味化計画の勧めということで、努力しないシンプルな成功法則ということをねお伝えしていきたいと思います。ですね、このお話をしようと思ったきっかけが、私よく撮ってるメルマガがあるんですけれどもね、人の心に灯火を灯すっていうメルマガが好きで撮ってるんですけど、そちらの方のメルマガでですね、ちょっと面白いな、これを題材にしようっていうメルマガがありましたので、まずそこをざっと読み上げてっていうかお伝えして、それで私の体験と経験をちょっとお伝えしたいんですけれども、タイトルがですね、好きだからやってるだけよというタイトルなんですね。脳科学者中野信子氏の心に響く言葉より、私は脳のことを少しばかり研究したり勉強してしたりしてくる中で、努力というものの本質が持つ心理的な罠について気づくことができました。また人が持っている能力は生まれつき持っている能力才能でどれぐらい決まるのか、努力でどれほど変えることができるのかについて一定の知識を得てきました。こうした知識を持って世の中を見てみると、実に無意味な努力を重ねさせられその上に搾取されてしまっている人が多いことがわかるのです。本当は声を上げるべきなのに全て自分のせいにしてしまう。それを美しいという人もいるでしょう。声を上げないのは日本人の美徳だという人もいます。でも本人は苦しい。宮を張るためとか、周りの人に自分の存在意義を認めてもらうとか、自分で自分に言い訳をするための努力はもうやめにしませんか。こんなことを続けていれば、いつまでたってもあなたの人生はあなたから搾取したい誰か他人の思惑に左右されてしまいます。
先日ほんまでっか TV でお世話になった菓子屋さんまさんが、努力は報われると思う人はダメですねとおっしゃっていたということが話題になりました。私はさんまさんの意見に全面的に賛成です。もちろんさんまさんが努力されていないということではありません。収録の時にいつも感じるのですが、さんまさんは本当にプロ意識の高い方なのです。例えば専門家たちがこれまでにコメントをした学術的な内容はほとんど記憶されていますし、他局の番組での内容、ほんまでっか TV の内容と混同されることも一切ありません。そしてさんまさんが次々に繰り出す言葉が笑いの渦を起こすときは、まるでレベルの高いサッカー選手が国民よくシュートを決める瞬間を見るかのようです。さんまさんが持っているこうした力を努力の賜物と呼ぶか、才能と呼ぶべきなのか、少なくともさんまさんご自身は仕事をとても楽しんでいられて、そのための努力を苦痛と感じないのでしょう。見返りを期待して楽しくもないのに苦痛を伴う努力を重ね、恨みをため込むくらいならやめた方がいい。そんなさんまさんのアドバイスは努力というものの本質をついています。話題となった努力の記事を一部引用してみましょう。さんまさんの発言があったのが2014年6月7日放送の MBS ヤングタウン土曜日のラジオのことだ。有名人の名言や珍言をリスナーがメールで紹介する名言珍言言っとったというコーナーで、その日ゲストだったアイドルグループアップアップガールズの佐藤綾乃さんがインタビューで言っていたという、こんな話が紹介された。努力は必ず報われる、その言葉最初は信じてなかったんですよ。そんなこと言っても本当に努力を見てくれているのかよって。でも自分の経験上、努力をしていれば必ず誰かが見てくれていて報われることが分かりました。これに対してさんまさんは、それは早くやめた方がええね、その考え方とバッサリ。佐藤さんやレギュラーメンバーのモーニング娘。道重さゆみさんが驚いていると、努力は報われると思う人はダメですね、努力を努力だと思っている人は大体間違いと持論を展開した。好きだからやってるだけよで終わっといた方がええねん、これが報われるんだと思うと良くない、こんだけ努力してるんでなんでとなると腹立つやろ、人は見返りを求めるとろくなことないからね、ないからね、見返りなしでできる人が一番素敵な人やねというふうに言ったらしいです。これはまさしく私ももうその通りだって、さんまさんに全面的に賛成っていうところなんですけど、要はですね、努力っていうのは自分が、変な話ですよ、好きでやることであってですね、誰かが認めてくれるからとか、その人に認めてもらうためにしようと思った段階でそれは苦しいものになってしまうから、それだったらやめた方がいい、かつ認めてもらうための努力はしない方がいいっていうふうに私は思ってるんですよ。だから努力をするのはあくまでの自分の勝手で、それが達成したい目標とかしたいことがあるから、それに自分が足りない分を頑張ろう、だから努力をするっていう考え方か、自分が努力というふうに思わなければ、私もさんまさんはすごいプロ意識が強い方だなというふうに思うんですけれども、要は例えばすごくきっと裏でいろいろとネタを仕込んだりとか やられてると思うんですよ。でそういったものを本番見せないで、こう素晴らしくこう、ね、鮮やかなシュートを決めてみせるみたいな、そういう本当に頭のいい方だなということでいつも尊敬しているし、笑い絶えないですよね、さんまさんはね。で、人を不快にさせないっていうのがやっぱりすごいな、いじりますけどね、こうちょっと際どいいじりをする人じゃないから、だから結構年齢層幅広い方に好かれるんだろうなっていうふうに思っているんですが、さんまさんはおそらく努力を努力と思っていないし、やってはいるんでしょうけれども、それを人にもう努力してるからみたいな感じも言わないでしょうし、いつかこれは報われると思ってやってるっていう考えはきっと思ってないから、そういう発言が出るんでしょうね。私も努力はするんですけれども、それを誰かに認めてもらうためにやってるわけではなく、自分が自分で必要と思うからやっているので、これきっとモチベーションの話と連動してくるんですけれども、誰かに認めてもらいたくてやっているというタイプの人はモチベーションが下がるんですよ、誰かが認めてくれないから。なのでブログが更新できない、コメントがつかないからとか、例えば YouTube とかですね、視聴回数が少ないからやめちゃうとかって、どこかでそれが実を結ぶかもしれないと思って自分が勝手に信じてできる分には大丈夫だし、
誰かが認めてくれるかもしれないから、きっと天の神様が見てくれるかもしれないからっていう、何かに依存して他力を信じる形でその努力をするっていうふうに決めると、やっぱ恨みつらみが出てきちゃったりとか、なんでっていう気持ちになるんですよね。だから努力の方向性が、間違ってたんだなというのがあるとき、例えば私が理解できたら、それをやめて違うことをやるだけなので、そこに対して自分で決めて自分で動いているので、恨みも何もないんですよね。だからその観点から言うと、例えば、先生でですね、この生徒さんにはここまでしてあげたのに、うちの教室辞めて違うところ行ったのよっていう方とかも言いますけれども、いや、それはしてあげたのにっていうのはその先生の勝手な思いで、その生徒さんにはどこを自由に行こうが選ぶ権利があるから、それはその人がそちらを選んだっていう事実がそこにあるだけで、もしかしたらサービスを見直さなくてはいけない時期になってるのかもしれないんですけれども、恨みを言うとかいうのも筋違い角違いだし、自分がこれだけやってるのにどうして分かってくれないのっていうのも自分勝手な思い込みですよね。これよく夫婦喧嘩の時とかにね、ある言葉みたいですけどね、私あなたのためにここまでやってるのになんであなたやってくれないのとかっていうのって本当はおかしいですよね。だってあなたのためにやっているっていうのは、本人が本当に望んで答えていることだったら、その人は多分感謝するはずなんですよね。だから恨みつらみで言う必要もないし、自分が勝手にやった、だから期待もしないし見返りをしない方が、突然やってくれればそれは嬉しいじゃないですか。だから例えば私なんかも、付き合った方とか昔いた時にですね、結構私記憶力がいいんですよ。だから喜ぶこととか欲しいものとか案外覚えちゃってて、まるで彼氏が彼女を喜ばせるような逆バージョンみたいな感じなんですけど、なんかこれ喜ぶかもとか、旅行地とかでふと思い出して買って帰っちゃうとか、そうするとプレゼントとかしてる回数は多分私の方が多かったりするんですけれども、なんていうのかな、そのあげるっていうことで喜んでもらうっていうことが嬉しかったりとか、喜んでない場合とかもしあるのかもしれませんけどね、なるべく消え物系とか、お酒とかね、食べ物とかだと消えてなくなるから、そういうタイプの方がもしかしたらいいのかもしれないんですけれども、自分があげたくてあげてるので、私この数あげたからあなたこれぐらいのプレゼントちょうだいよっていうのは思ったことはないですね。そこを期待すると、私はこのプレゼントをあげたのに彼は何もくれないとかね、内々症候群になってしまうので、自分がやりたくてやってるんだっていうことを理解するとですね、努力も自分がそれを必要だと思うから自分がやってるだけのことっていうだけに話が落ち着くので、そこに対して不満とかっていうのも出てこないし、淡々とやるだけだから、誰かに認めてもらう必要もないから、やるかやらないか、私の場合にはそれを喜ぶお客さん、必要とする人が喜ぶからやるっていう信念に基づいてやってるから、自分の感情はあんまり関係ないんですよね。確かに大変だなと思う時とかはありますけど、それは別に報われるからやってるわけじゃなくて、必要だと思う判断を自分がしてるからやってるんですね。で、仕事も楽しい仕事だからやるし、嫌な仕事はやらないっていう形にして、とてもシンプルなので、仕事が趣味化をすると仕事でなくなるから、楽しいことをやっているだけなので疲れないし、体力も持ちますし、どこでも行けるし、誰にも会うっていう、そんなシンプルな感じなので、全ての業種業態がそういくとは言わないですけれども、少なくともそうだな、先生業とかの個人事業主レベルとかだったら、本来は自分で仕事を選べるし、自分でやりたいようにできるはずなんですよね。だからそこにこう、なんていうのか、私はここまでやってるからこうならなくてはいけないのに、なぜどうしてっていう気持ちがかかると、スルッとうまくいく、簡単にいくこともブレーキかけてしまうことになりますしね、ことさら頑張ってる感をアピールするとですね、やっぱりそれを重苦しいっていうふうに思う人もいるし、やってますよ、こんなにやってるのにあなたはどうみたいな姿勢見せられるとやっぱり嫌じゃないですか。さんまさんを引き合いに出すと、なんかね、誰でもこうおおらかに笑いで包み込んでくれるオーラがあるから、近寄っていきたいタイプの人柄ですよね。なんで私は余談ですけど、
テレビ出演をする時があるのであれば、さんまさんとほんまでっかで喋ってみたい。だから呼ばれるような、なんか技術身につけないといけないんですけどね、あちらのゲストあのトークの方で喋れるような、どうせいじられるんならさんまさんにいじられたいなとか思ってるので、そんな大御所と共演みたいなことも妄想レベルで話はしていますけれどもね。はい、ですので、自分が報われるっていうふうに信じて動く人は結局他力に依存していることになるので、自分の中で決めていることではないから、やっぱり成功しにくいし、あの苦痛をごまかしながら生きていくので、フラストレーションとかがたまりやすいんですよね。で、基本フラストレーションがない方がいいですので、どういう選択を自分はするべきなのか、どういうふうにすれば仕事を趣味化できるか、まあ、趣味が仕事みたいに言い切れるかっていう時間を過ごせるか、お金のために稼ぐっていうのももちろん過渡期的には大事なのかもしれないですけれども、そうすると自分はここまでやってる、こうなのにっていうことで、家族に対しても協力してくれてるはずの家族に不満を言ってみたりとか、多分なんですけど、そういうふうに走ってるのを共有、気持ちを共有できてないご家庭の事情の場合には、大概旦那さんが何かちゃちゃを入れてきたりとかストップをかけたりするので、ものすごいその状態に感謝をして、いつもありがとうっていうことを言っているような家で、そんなにこう旦那さんが非協力的だっていう話を聞いたことがないので、まずは自分がその状況を感謝してるかどうかっていうのももしかしたら必要かもしれないし、要は勝手に楽しんでるんですよ。だから仕事が辛くてっていうのも勝手にそれを自分が選択してることになっているので、辛い努力はやめた方がよくて、努力を努力として感じなければそれは辛いことにはならないっていう、まあ、そのあたりが分かってくると精神的にもだいぶ楽になるし、家族にも優しくできるかなという感覚があるので、まあ、ちょっとそんな視点も持って見てもらうといいかなと思って今日お話をしてみました。はい、それでは頑張ってみてください。